こんにちは、マセン6494です。今回は、星のドラゴンクエストの空と海と大地と呪われし姫君の後編の大空の決戦の上級と中級やっていきたいかなと思います。星ドラをやるとね、結構久しぶり感がやばくて、グラディエーターって新しく職業でできた系、もしかして。鳥がかわいそうだよね。なんで、なかなかやべえ攻撃だった。何回マダンで撃とうとしてんだ。って言った。ちょっと待って、袋は空中に浮いてるぞ。完全にこれネタバレだろ。グラディエーターが強いのか弱いのかはっきり分かるんだ。ダークマリン、センニーさんが懐かしいな。センニーさんに倒せるかな。
素早さが早い。おっと、そこが大きすぎだ。思ったよりマランジェが食らわなかったな。あいつすごい速すぎない？やべえ、おっと、やべえ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 、ふざけんね。どこになった？おっ、
そうでもなかったか。おう、おあとちょっとなんや。バイシオンあったよ。バイシオンって何？バイキルトの親戚的なやつ。相手の素早さが早すぎる。ピオリムとかやんないといけないのかな、本来は。はい、ということで星のドラゴンクエストの大空の決戦の時、花垂れし暗黒神上級超級でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。